キリンレモンはキリンビバレッジが製造、販売している無色透明炭酸飲料である。1928年3月16日に発売され、日本国内ではサントリーフーズから発売されているセブンアップ日本コカ・コーラから発売されているスプライトアサヒビール系のアサヒ飲料から発売されているミツヤサイダーサッポロビール系のポッカ札サッポロフードビバレッジから 発売されている、リボンシトロンなどに並ぶ、無色透明炭酸入り製料飲料類の定番で、ロングセラー商品である。340ml 瓶は1958年、クレールと、通称される 200ml 瓶は1965年、以来類似したデザインをおおむね踏襲しているが、製造年次により、細かい変化があり、340ml 瓶は1960年代、 初頭に形状を変更しているほか、1960年代末期に印刷デザインを大幅に変更している。2 0 0トル瓶も1969年頃に印刷内容を大幅に変更している。3 4 0トルは2002年、2 0 0トルは2003年にそれぞれ計量化されて、かすかに変化しており、3 4 0トル瓶は2010年、 秋頃に製造を終了している。レモンを抱く商品名だが無果汁でレモンの爽やかさを楽しむためにレモン果皮から抽出した天然香料を用いている。近年の流行りである微炭酸に反し高めの炭酸を含有して執行化に人気を得ている。レモン果汁入り微炭酸のキリンレモンセレクトは1998年に 一旦生産終了するも2007年に約1年間再度販売された。ビール業界でドライビールが好評を博した1988年にキリンレモンドライを発売している。缶やペットボトル製品は発売当初1958年に採用された ACL 印刷瓶製品と同様キリンラガービールラベル記載の古代中国の霊獣としてのキリンを 簡略化した聖獣マークだったが1998年にキリンレモンセレクトと統合し、キリンビールのラベルで用いられている古代中国の霊獣としてのキリンではなく、実在のキリンとレモンを合体したキリンレモンくんなるマスコットキャラクターを用いた。2006年に糖質を従来のキリンレモンに比して27%減じて風味を刷新し、CM は モデルの浦浜有沙を起用し、デザインは佐藤柏が、キリンレモンをロゴ文字から明朝を体に置き換えるなど、大胆な変更に賛否があった。瓶製品は従来の風味とデザインが変更されていない。2008年に発売80周年を期して商品改良している。レモン香料の改良や、天然水100%使用に加えて、乳酸カルシウムを新たに配合し、 商品外観デザインを黄色と青ベースで一層目立たせ2006年の改良デカンとペットボトル商品から消えたキリンレモンのロゴ文字が復活している蜂蜜とレモン果汁を配合したキリンレモンスポーツやミント風味キリンレモンクールなどの新商品を同時に発売している CM は巨人の星が用いられて星ヒューマ、星一鉄 星明子が登場する生一家編とサモン宝作が登場するサモン一家編がある。瓶製品は従来の風味とデザインが継続されている。9月2日、レモン香料を加えたホワイトソーダキリンレモン白組を9月9日に全国発売すると発表。しかし9月5日、輸送時の振動や保存状態によって泡が噴き出しやすくなる不具合が判明したとして、 同商品の発売中止を発表した2009年4月21日にレモン本来の爽やかな風味をさらに強化するリニューアルを行う。レギュラーはペットボトルのみの展開になり、完製品はキリンレモンオリジナルとして従来の瓶製品の味を再現したものに変更された。さらに瓶製品は従来の味が存続され、キリンレモンの中でも味や品質が 少しずつ異なる商品が3種類存在している。2010年4月6日にレギュラーをリニューアル。新たにカルシウムとビタミン B6 を配合し、健康炭酸飲料に進化。同日にシジミに含まれるオルニチン、クエン酸、ビタミン B6 を配合し、早摘みレモン加重仕様、トールイゼロ設計の大人のキリンレモンを発売した。この 大人のキリンレモンは、キリングループ10段ブランド、キリンプラス愛の一製品として発売される。なお、製品のリニューアルに伴い、エグザイルの牧大と高弘が CM に出演しており、楽曲も本 CM のために書き下ろした、マイステーションを起用している。2011年6月7日に、大人のキリンレモンをリニューアル発売。レモン感をアップし、クエン酸を増量。また、 従来の 500ml ペットボトルに加え、大容量の 1.5L ペットボトルを追加設定した。CM にはこれまでの EXILE の2人に加え、新たに AKIRA も参加している。同年12月6日にはテレビ CM に出演している、牧大彰隆高弘の監修を受け、オルニチンに加え、レモン30個分のビタミン C とローヤルゼリーをプラスし、レモンのみずみずしい美味しさに仕上げた。 数量限定品、大人のキリンレモンリミテッドを発売。本製品は、東日本大震災復興支援プロジェクト、エグザイルライジングさんプロジェクトの製品となっており、売り上げの一部は、東日本大震災の復興支援に役立てられる。2012年4月9日に、キリンレモン、大人のキリンレモンを、同時リニューアル。キリンレモンは甘みを立たせた味わいに改良。また、 サイズラインナップは従来からのペットボトルに加え約3年ぶりに完成品を追加された。大人のキリンレモンはレモンピールの香りを加え甘みもアップした。同年6月12日にはクエン酸ナトリウムカルシウムビタミン B6 を配合した中学生高校生向け製品青春のキリンレモンを発売した。2014年7月1日にキリンレモンを 約2年3ヶ月ぶりに全面刷新。中身は新たに蜂蜜が加えられた。パッケージはキリンレモンの伝統カラーである青、黄、水色を活かしながらブランドロゴを刷新するなどより現代的なパッケージとなった。またレモンの黄色をオレンジに近づけ蜂蜜のイメージを印象付けるデザインでもあった。2018年4月10日にキリンレモンをリニューアル。 発売90周年を迎え、約3年9ヶ月ぶりに刷新。中身は、瀬戸内レモンピールエキスが新たに加えられたほか、ジャスマークの表示が廃止された。パッケージは、初代製品をモチーフに、2014年7月、改良時よりもシンプルなデザインとなり、中央に聖獣マークが再び描かれるようになったほか、ラベルに用いられている聖獣マークの絵の中には隠し文字。 カタカナの、キ、リ、の文字がデザインされている。なお、聖獣マークの上の記載内容が、ペットボトル製品と完成品で異なり、ペットボトル製品は2行で、90th anniversary、完成品は1行で、シンス1928と記されている。また、500ml ペットボトルは 450ml に、減用され、ボトルの形状が変更された。 同年11月6日にはカロリーゼロタイプのキリンレモンゼロを追加発売。通常のキリンレモンとは中身設計が異なり、レモン果汁とレモンの皮を砕いたクラッシュレモンが加えられており、ペットボトルのみの展開である。なお、同年11月18日にミッキーマウスがスクリーンデビュー90周年を迎えることから、発売当初から年内いっぱいは、 歴代のミッキーマウスが描かれたデザインパッケージ品となり、出荷終了後は通常をパッケージ品に切り替わる。また、キリンレモンの 450ml ペットボトルは同年10月下旬から数量限定で紙吹雪を模したデザインパッケージ品に切り替わる。キリンレモンゼロの発売に伴い、大人のキリンレモンは同年10月で製造終了となった。 2019年4月9日にキリンレモンをリニューアル。中身が改良となり、早つまみせと打ち、レモンエキスが新たに加えられ、甘さが抑えられた。2020年4月21日にキリンレモンをリニューアル。酸味や苦味の後、残りが改良され、パッケージデザインは従来中央に配されていたキリンレモンの英字表記をレモンのイラストの上下にキリン。 レモンと分割して廃止、中央にカタカナ表記のキリンレモンが新たに廃止された。同年6月2日に、ブランド初の無糖炭酸水、キリンレモンスパークリング無糖を発売。本製品の発売に伴い、キリンレモンゼロと炭酸水のキリンヌラ強炭酸水、レモンはいずれも、同年4月末の出荷分をもって、製造終了となった。1961年より、 ミキトリロウ作曲によるキリンレモンの歌が CM ソングとして用いられている。上述の坂とも里による好きになったらキリンレモンのように時代に合わせてアレンジが施されて使われることもある。2018年には発売90周年を記念しキリンレモンの歌のメロディラインを活かす形でアレンジを施したビッシュによる新バージョン透明なままで行けが使われている。 また、キリンレモンの公式サイトではそれ以外のアーティストなどによる別アレンジのトリビュートミュージックビデオを公開するキリンレモントリビュートを展開2019年も継続して行われている。ありがとうございます。